11歳のジョーン・レスリー・フレッド・アステアとジョーン・レスリーはハリウッド黄金時代に活躍したアメリカ合衆国の女優、ダンサー、ボード・ビリアン。代表作はハイ・シェラ、ヨーク・軍装、ヤンキー・ドゥードル・ダンディなど。1925年1月26日、ミシガン州、ハイランド・パークに生まれる。出生名はジョーン・アグネス・デレサセ・ディブ・ローデル。アイルランド系でカトリック。 父親のジョンは銀行員、母親のアグネスはピアニスト、姉が二人いる、長女はメアリー、次女はベティ。姉妹は母親の影響で幼い頃からサクソフォーン、バンジョーといった楽器演奏を習い、人前で歌や踊りを披露する。ジョンは2歳半からそれに加わる。すぐにアコーディオンが弾けるようになる。1930年代半ばに世界恐慌で、 父親が失業。生活のため姉妹は、ボードビリアンとして、小ビジネス界に入り、カナダ、アメリカをツアーして回る。姉妹は、ザスリー・ブローデルと呼ばれた。児童労働法に定職するので姉妹は年齢を、誤魔化した。9歳だった、ジェーンも調査員に16歳と嘘をついた。ジェーンは最年少ながら、クレタ・ガルボ、キャサリン・ヘプバーン、モーリス・シュバリエ、ザス・ピッツ。 ジミー・デュランテ、ルイーゼ・ライナーらのモノマネで人気を博した。1936年、ニューヨークでの公演中に、MGM のスカウトの目に留まる。撮影所と、週200ドルで6ヶ月契約を結ぶ。MGM では、ジュディ・ガーランド、ミッキー・ルーニー、フレディ・バー・ソロ・ミューラ他の子役スターと一緒にリトル・レッド、スクールハウスに通った。女優としてのデビューは、グレタ・ガルボ。 ロバート・テイラー主演の恋愛映画、椿姫。テイラーの妹役だったが喋っているシーンはカットされ、またクレジットもされなかった。その後は役をもらえず、ディアナ・ダービンと共に撮影所から契約解除された。ジョーンはニューヨークに戻り、ラジオに出たりモデルをやったりした。しかし姉のメアリーがユニバーサルと契約したので、家族でハリウッドに移る。 ジョーンはフリーランスで撮影所で働き出す。翼の人々で小さな役を得るが、母親が13歳だったジェーンの年齢を誤魔化していたことに、監督のウィリアム・エイ・ウェルマンが気づき、それ以降の撮影はメアリーに交代させた。最初に名前がクレジットされたのは、ウィンター・カーニバル。南部鉛りの女優を探していた監督に抜擢された。十五歳の時、ハリウッド監督たちが選ぶ。 ベビースターズオブ1 9 4 3人の一人に選出される。ブレイクしたのは1941年にワーナーブラザースと契約してから。名前がジョーン・ブロンゲルと名前が似ていたのでジョーンレスリーに改名する。その2週間後、まだ15歳だったジョーンは何の映画かわからずにスクリーンテストを受けさせられる。急と同時に泣くことができたので役を獲得。 映画は、ハンフリー・ボガーと、アイダルピノシエンの、ハイシェラで、ジョーンは、足の不自由な少女ベルマを演じた。映画評論家のボズレー・クラウザーは、新人ジョーン・レスリーは、小さい役を立派にこなしていると評価した。その年、ワーナー・ブラザースは、第一次世界大戦のアメリカ軍兵士アルビン・ヨークの、電気映画、ヨーク軍装を制作することになり、ゲイリー・クーパーの相手役に、 ジョーンが抜擢された。ヨークの婚約者、グレーシー・ウィリアムズ役で、当初ジェーン・ラッセルが検討されたが、ヨーク本人が、タバコも酒もやらない女優を希望したので、ジョーンに決まった。ヨーク軍曹は、工業的にはその年の公衆トップ、批評的にも大成功した。アカデミー賞では11部門でノミネートされ、クーパーはアカデミー主演男優賞を受賞した。 クーパーは24歳も年上で、クーパーから人形のセットをもらったわ、とジョーンは後に、トロントスターが見で語っている。彼は私をそういう風に見ていたの。ザ・メール・アニマルでは、オリビア・デ・ハビランドの妹役を演じる。ブロードウェイのオリジナル劇では、ジーン・ティアニーがこの役を演じている。1942年、パラマウント映画のスイングホテルのオーディションを受けるが、 ワーナーブラザースは彼女をヤンキー・ドゥードル・ダンディのジェームズ・キャグニーの相手役に指名する。ブロードウェイのエンターテイナー、ジョージ・エム・コーハンに本人役で主演。ただし内容はフィクションで、ロバート・ハットン演じる兵士と恋に落ちる。この映画には姉のベティ・ブローデルも出演している。戦後の1946年、モーション・ピクチャー・ヘラルド・紙のアンケートで、 将来が最も期待されるスターに選ばれる。ジョーンは撮影所が与える役に徐々に不満を感じるようになる。若さから求められる純情派のイメージから脱却し、よりシリアスな大人の女性を演じたいと思うようになった。その背景には、キリスト教カトリックの道徳感があったようで、ワーナーブラザースとの契約解除を求めて裁判を起こした。 ワーナーブラザースのジャック・エル・ワーナーは報復として、ジョーン・レスリーをブラックリストに乗せハリウッドのメジャースタジオから締め出した。1947年、ジョーンはポバティロー系の小スタジオだったイーグル・ライオン・フィルムズと契約。フィルムのワール、リピートパフォーマンスや、西部劇、高原の征服者といった B 級映画に出演した。 イーグルライオンフィルムズとの契約終了後、ザ・スキッパー・サプライズド・ヒズ・ワイフで久々にメジャー復帰を果たす。1950年3月、3回のウィリアム・コールドウェルと結婚。翌年1月に、双子の娘パトリースとエレンを出産。1950年代は、娘の子育てに重きを置き、映画出演は不規則になる。1952年、 低予算の西部劇映画を制作していたリパブリックピクチャーズと短期間契約。アメリカ空軍で活躍した実在の看護婦リリアン・キンケラ・ケールの電気映画女の戦場に主演する。最後の映画出演はザリボルト・オブ・メイミー・ストバー。しかし、テレビには子育ての合間を見て散発的に出演を続ける。ファイア・イン・ザ・ダークを最後に引退。 2015年10月12日、ロサンゼルスで死去。90歳だった。ホーリークロス墓地に埋葬された。ありがとうございます。